ですね、デモがもう始まります。それでですね、さっき俺なんかえらいテンション上がってここでうわーってなってましたね。でそれであの、まあ、うわーとなった方っていうとあれなんですかね。でちょっとまあ喋らせろってことなんで、1分間スピーチです、よろしくお願いします。あのさっきなんか日の丸持ってきた人が乱入したんで、僕たちも乱入させろって言ったらいいよって言ったから、ちょっと1分だけ許可を取って乱入はもうもはや乱入じゃないんだけど乱入します。ヘイトスピーチに反対する会の柏崎と言いますが、私絶対原発なくしたい、なくした方がいいと思います。その上でそのために、一言言います。国民は原発をなくすぞとか国民運動では絶対に原発なくならないと思う。なぜなら日本は、原発の、技術を国外にも輸出して台湾とかにもいっぱい作ってるし、放射能の廃棄物も国外に捨てたりしているから。被爆しているのは日本の核で被爆しているのは日本人だけじゃないです。日本の国内でも日本人じゃなくても被爆しているのはもちろんです。それに、まあ、いわゆる日本人って言われる中でも今原発がメルトダウンする前からね、原発で働かされている日雇い労働者とか、あとはもう、まあ、福島だったり若狭だったりいろんなところの、人、原発近隣の農村や漁村の人、これずっと被爆の危険にさらされてきたわけだから、その人たちと国民ながら一緒になろうっていうので手はつなげないと思う。現場に実際僕福島とか支援とかも行ってきましたけど、国民運動じゃ絶対手はつなげないと思います。原発の反原発をもっと広げるためには国民運動ではなくてもっと別の言葉を持たなければならないと、言いに来ました。はい、1分過ぎちゃった。はい、ありがとうございました。これで、デモ出発です。いよいよデモ出発なんで行きましょう。